あの先週のラジオ終わりに家帰って寝ようと思ってたのねで次の日も昼からあちこち踊りの打ち合わせがあったからちょっと一旦寝るかと思ってでシャワー浴びて服着替えて布団入ったのよそしたらさ全然寝れなくて先週ラジオ前も結構ハードで打ち合わせあって「ノブロック TV」の収録してみたいな感じでめちゃくちゃ立て込んでたのよなのになんか寝れねえなってなって何なんだろうねなんか普通にランニンニグとかさ 筋トレみたいな体の動かし方すると疲れて眠くなるけどなんか一日中ずっとスポーツしてると逆に眠くならないみたいなさなんかあんだろうねダメだ寝れねえってなってこれ何もやることねえわってなっちゃって散歩行くか <laughs> <laughs> そうそれで布団出て一旦服着替えてで玄関出てもう朝の6時前とか早朝散歩俺思ったね じじいになったなって。まあまあしゃあないかと思ってさ、家出てずっと歩ってってで、自宅付近の海岸沿いに着いたのね。そしたらさ、なんかパッと見た感じ、小学校高学年ぐらいで。多分学校では優等生で通ってるんだろうな、みたいな男子が4人ぐらいでてさ、カメをさ、いじめてんの。 で、それのちょっと離れたところに女子が一人いて、で、これも茶髪みたいないかにも不良みたいな感じじゃなくて、黒髪セミロングの学校だと大人しそうな感じの女子なんだけど、俺が見つけた時には、多分結構いじめの中盤くらいで、その集団で一番背の高い男子が、亀の腹を蹴ったのよ。そしたら亀がグランって浮き上がって、で、甲羅ごとひっくり返って、手足バタバタさせながら、うーみたいな声出してて、 で、横から、ちょっと太ってる別の男子が、はーい、みたいな。はーい、ひっくり返って一言、って言ってて、なんかシチュエーション大喜利みたいなのやらしてんの。で、それをちょっと離れたところで女子が見てて、ちょっとやめなよ、みたいな。でもその女子は全然止める気全ないみたいな感じでさ、実質5-1で、亀のことを集団連中してんの。おい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  散歩行かなきゃよかった。<laughs> <laughs> こんなん見ちゃったらさ、止めに行かないと俺の倫理観も疑われるし、見なかったことにして帰っても気になって寝れなくなるじゃん。俺眠くなるために外出てんだから。<laughs> <laughs> そうでどうしようと思って。おい佐久間と、まずあのいじめ止めに行けと。臆するんじゃねえ。相手は子供だ。 そしてこれは亀のためだけじゃねえといじめをしている子どもたちを正しい方向に導くためにもこれは教育として必要なことなんだと池佐久間思って思い切って止めに行ったのこれやってることをみんなの親御さんは知ってんのか警察とか来たらもっと面倒なことになるから今の,今のうちに家帰れっつってそしたらバーって子どもたち離れてってでそのひっくり返ってる亀を戻して水辺まで連れてってあげたのねそしたらその亀が あの佐久間さんですかって聞いてきたの。<laughs> あはい、佐久間です。あのー、私は亀ですあの。いつも佐久間さんの YouTube、ラジオ、拝見、拝聴させていただいております。<coughs> この度は <coughs>、この度は子供たちにいじめられていたところを助けてくださりありがとうございます。こんな砂浜まで来て服が汚れてしまったかと思います。こちらお使いください。つって、2019年に、ホンダ劇場でイベントやった時のタオルを渡してくれて、<laughs> めちゃくちゃ俺のファンの亀だったのね。<laughs> <laughs> そう、ああ、ありがとうございますって足元の砂だけ拭いて、でもう俺帰ろうと思ったのよ。もともとさ、その寝つけなくて散歩に出たわけじゃん。寝つけなくて出た散歩の割には、ちょっとイベントが起こりすぎたなと思って。で散歩での、散歩で使う脳のキャパを完全にオーバーしたから、これで家帰ったらスッと寝れるわと思って、引き返そうとしたのね。そしたら亀が、 あの、佐久間さん、この後少しお時間大丈夫ですかって。なんか助けてくれたお礼がしたいらしくて。で、正直帰りたかったんだけど、まあ、ラジオで話すこと増えるしなと思って、亀に一言だけ聞いたのね。ラジオで話してもいいなら行きます。そそしたらさ、なんか背中に乗ってほしいっていうのね。え、そんな遠いのと思って。そう、なんか海潜っていくっていうのね。 めちゃくちゃゃく無理言うじゃんと思ってさ無理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 と思ってだって息できねえもんって思ってたらこれ飲んでくださいって言われてなんかフリスクみたいなちょっとだけでけえタブレットみたいなの渡されてでそれ食ってから海入ったらなんか水中で呼吸できたのよ。そうでそのままカメの背中乗ってバーって海の中入ってったのよ。で大体20 1分ぐらいしたら、なんか海の底にでっけえ城みたいなのがあって、でその門の前まで行ってくれて、インターホン鳴らして、で指紋認証みたいなのをしたら、なんか門がぐーって開いて、でなんかビジネスホテルみたいな受付に通されて、で、亀がさ、先ほど困っているところを助けてくださって、この方にお礼がしたいみたいなことを伝えてて、で多分フロントから上に話が言ってんのね。 で、その間ちょっとぐるーって周り見てさ、で、なんか壁に人手とか貝殻とかがさ、なんか額に入れて飾ってあるんだけど、絶対すぐもっと外にいいのあるんだろうと思ったのね。<laughs> まあまあまあ装飾かと思って。<laughs> まあ装飾装飾って,思って。まあ気にしないようにしようと思ってたんだけど、なんか色々気になっちゃう。トイレ手前のスペースに海水の自動販売機とか置いてあってさ、いや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 と思って。 ここがそれで満たされてるからと思ってさ <laughs>、じっくり見に行こうかなと思ったぐらいで、その受付にいたそのメスの魚とカメが戻ってきて、あ、佐久間さんお待たせしました。こちらどうぞいらしてくださいって、奥の方通されてさ、そこがでっけえ宴,宴会の会場でさ、でこの度は我々琉球場の特別顧問であるカメを救助いただきありがとうございます。 そこで分かったのが、その、さっき助けた亀がすごい竜宮城の偉い人だったってのが分かったんだけどそ、ささやかではございますが、心よりおもてなしいたしますので、ぜひごゆっくりおくつろぎくださいって言われて、で、パーティーが始まったのよ。すっげえ、何これって思ってさ、は <laughs> はで、亀がなんであそこでいじめられてたかって話も聞けて、なんか、 普段学校とか塾で縛り付けられてる子供たちがストレス発散の一種で親に隠れてああやって生き物をいじめてるらしくて他にも夏場だとセミとか海だとカニがやられたみたいに言ってて確かになと思ってその子供たちの風貌がさそいかにもっていう悪そうな感じじゃなかったのよ で本当に普段は真面目にやってるんだろうなって雰囲気の子供たちがやってたから親の前ではいいこといないといけないストレスでそういうのをやったんだろうなっていうで俺が親だったら自分の子供にそういう異変があった時に気づいてやれんのかなと思ったりとかさそうめちゃくちゃ勉強になってそうでカメが俺のことを知ってくれたきっかけとかも話してくれてさ「俺がアルピーのラジオに乱入した時」ハハ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  それが伏線になってたんだと思ってさ、<laughs> そんなこともあったよなと思ってたら、宴会場よ。奥の方に一段高くなってるステージがあって、早朝6時とかだから幕閉まってたのよ。で、多分普段使いで宴会とかある時に、そこで出し物したりするスペースだと思うんだけど、その幕がスって開いて、舞台の照明がパッてついたの。そしたらさ、 タイやヒラメが舞い踊り始めてさ <laughs>、朝6時よ。たまたま亀を助けた俺のために、わざわざ急に出てきてダンス披露するしかもめちゃくちゃ動き綺麗で、みんなぴったり揃ってんのね。これはすごいわと思ってさ、普段からちゃんと練習でやってるから、こんな急に出てきてもパフォーマンス出せんだと思って。で、あの、舞台ってさ、普通下手に、 あの、めくりって言って、あの、出演者の名前が書いてある紙が立てられてんだけど、そのダンスメンバーがはけていった後に、その黒い T シャツを着たスタッフのメスの魚が、ちょこちょこってやってきて、で、ペラってその紙をめくったのね。そしたらその紙に、無脊椎、クラゲ人手って書いてあって、次に出てきたのが、クラゲと人手の漫才師ね。<laughs> <laughs> <laughs> そうそうそう。 はいどうもってふわふわ出てきて、ネタ始めたんだけど、終盤にさ、切れたクラゲが、触手の毒で人手をしびれさせて、細胞を壊死させるんだけど、人手が壊死した部分だけを切り落として、自己再生して復活すんのね。それがめちゃくちゃ面白くて、<laughs> 俺ネタ中にヤジみたいに言っちゃった。新しい <laughs> <laughs> そう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 、めちゃくちゃ面白くて。その他にもさ、 ただただずんでるだけで全然フリップめくらない珊瑚礁とか出てきて俺にはまろうとしてるいや俺たまたま来ただけだし多分陸と海で需要ってちげえと思うしエンタメのあと俺今オフだからそうそうで魚たちのネタ披露みたいなのがあってで最後に出てきたのがこれはあの人間の形をしてたんだけどめちゃくちゃ美人な それこそマジで七尾さんみたいな感じの乙姫って人が出てきて、今日はお忙しいところお時間をいただきありがとうございました。こちらささやかなんですけど、あの、お土産です。地上に帰っても開けないでください。あと、もしよろしければ、この後私といかがですかっていう。でもそれは、あの、俺、娘も嫁もいるから、そ,のそこは丁重にお断りさせてもらって、あの、そういうつもりで来たわけじゃないんで大丈夫ですっ,つって。そうですかってなって。で、 あの俺最初言い間違いかなと思って聞き流してたんだけどあのお土産の箱のこれ玉手箱っていうらしいんだけどこれもらった時に開けないでくださいって言っててもう一回念押されたんだよねじゃあなんで渡すんだよ <laughs> <laughs> そう開けないなら渡さなきゃいいじゃんと思ってで玉手箱もらったらそのまままた亀が背中乗してくれて地上に帰れてでそのまま寝たんだけど そうだからその玉手箱まだ開けてなくてで今日このまま持ってきたんだけどリスナーにプレゼントします <laughs> でもさ早朝に散歩をした話をラジオでやるようになるってさやっぱ俺じじいになったよね。<laughs>